今回ちょっとご紹介するのはこちらです。はい、こちら、まあ分かる方には分かりますよね。ホットウィール、セブンイレブンでホットウィールが売られてると思うんですけど、そのね、セブンイレブンで売っているホットウィールを売っている商品台です。はい。もうね、今回ちょっと、ゲットしたので、ちょっとした紹介動画を撮ってみようと思います。実はですね、これをね、1台買った時にもらいました。はい。これごと持ってったら、もう持ってっていいですよっておっしゃってくださいました。神ー！まあ、これ最後だったんで、まあ、いいかなと思って、いただくことができました。まあ、裏面は無地ですね。はい。で、横にはこういう絵柄が書いてありますね。ここはもうベラーンってなってるんですけど、まあ、ここね、ここの差し込み口に、ここを刺して、ね、ここを刺して、立てるっていう感じです。ここもね、仕切りが外れるようになってます。まあ、この裏は何もないですね。まあ、多分仕切りは外さないで置いた方が、ミニカーをきれいに陳列できそうですね。まあ、こうやってね、ホットウィールの、このカードの部分、カードの下の部分をこの差し込み口に入れると、ある程度立つようになります。で、この場合ね、1、2、3、4台かける1、2、3台ってことで、12台ね、刺すことができるらしいので、今かちょっとね、実践していきたいと思います。さあ、行くぞ！ここにね、山積みになったホットウィールがあるので、この中から、自分的にお気に入りなやつとか、複数あるやつをかき集めて、ちょっと今から入れていきたいと思います。はい、こんな感じに結局なりました。まあ何台買ったやつを激戦してね、ちょっと選びました。はい、ホンダ多めですね。やっぱり隣がホンダブースなんで、できるだけホンダに統一したい感はあったんですけど、はい、まあしっかり12台入りましたね。まあこんな揺らしても結構元のこのピシッてね、いう感じで収まるのでいいと思います。まあでもちょっとやっぱり多少はね、こうちょっとずれたらわーっつって落ちそうな気もするんで、ちょっと怖いですけど。まあカード丸出しなんで、プロテクトとかはできないですね。まあでもこうやって見るだけでもね、全然なんかこう、なんていうかな、雰囲気が変わってきますんで、よりおもちゃ屋っぽくなります。まあ、可能な場合はぜひね、いただいてみてください。ご視聴ありがとうございました。